はい、皆様こんばんちは、青ツイッチでございます。ということで、ホワイトナイト第6話続きやっていきます。そこにさ、死体が、あれ死体だよな、多分。まあ白骨化はしてるっぽいけどな。あとはそこだね。ここが確か両手で動かすオブジェがあったはずだ。とりあえず行っちゃおう。よいしょ。ビズアウト…ライトなしだってライトつけてるんだけどさ。ダメなのかい。あれかな、場所が悪いのかな。よいしょ。もうちょいこっち？よっ。いったいったいった。これマーガレットじゃねえの？寝てるの。寝てるのっていうかもう亡きがらなんだろうけど。ドアは開くんだけど、ちょっとね、調べたいところがあるんだよな。これ、調べられんのかな。もしもーし、起きてます？これは関係ないな。よいしょ。で、こっち側多分向けられるんだよな。そういうことだよな。で、どっかあったっけ？なんかあったな。多分ここのカーテンが、ブラインドが開けられたってことは何かがあるな。おお、なんだよ。水って倒れるオブジェクトだったの？しかも自分の影にびっくりしたね、今ね。あ、もうちょっとあっちだ。よし、ここがなんかあるな。こうかな？あ、違うな。ん？いいのか？これすだれのことか、もしかして。あっ、あんじゃん、ここにボックスがよ。うおっ、なんかナイト・オブ、なんだっけ、ロード・オブ・ザ・フォールみたいな開け方するな。中には何が入ってますかね。なんかドクロが入ってますけどね、大丈夫ですかね。あ、鍵だ。オッケー、鍵をゲットした。へぇ、ダメ。なんだよ、なんだよ。あぁ、いるー、いるー、いるー、いらっしゃる、そこ。クソ、徘徊し始めたか。めんどくせえな。先に奥に行きたいな。もう、あれがないんだよ。どうしよっかな。そっち行ってほしくないな。あれ戻ってくるかな。戻ってきそうだな。あら、そこ立っちゃうんですか。そこ立っちゃったら私行けないんですけど。ああ、やっぱりね。とりあえずこっちで誘って、残り6本あるだろう。残り6本おっ、オッケーオッケー、誘った誘った。これで向こう側に行けるはずだ。さっさと行っちまおう。はいはいはい、オッケー、鍵開けた。中に潜入するぞ。ふう、ライトないのかい。ライト、ライトどこだい。あー、くそー、消した。あー、こういう時にしけマッチ。この辺マッチねえかな。マッチがないとちょっときついな。アライメントオブザなんとか、このスモーク&ミラーズジャズっていうのはよく出てくるけどね。なんだっけ、セリーナが働いてたところだっけ。何が関係してんだろうね。あ、日記見っけた。Dear Selena, I want to thank you again for the music box. ああ、下にあったやつかな、もしかして。あ、マッチがある、マッチがある、マッチがあるぞ。マ
違うぞ。オッケー、マッチ。お、10本もあるのかい。10本もくれるのかい。これはありがたいね。あ、ま、巻き、巻き。はあ、つけられない。どっかに巻きないですかね。ああ、巻きねえかな。ここもあれか、なんかあるね。とりあえずこの部屋を一周探索して、おい、上、あ、あるぞ。よしよし、あ、これセーブポイントだ。オッケー、セーブしよう。ふぅ、はぁ、やはりね、親父がいいって言ってた椅子はいいね。この椅子はいい椅子ですよ。ああ、電気が入ってる。ウィリアム・ヴェパーザ・プロディッシュ、いや、なんとかピアノは触れるのかな。触れるな。あ、やっぱり出てきた。とりあえず彼女の後を追うしかないようだな。でも家の作りからしてピアノが置いてあればね、こういうところがあるわ、下に歌うことが、と、ね、歌える場所があるわっていうことだから、なんだろうね、ここがあれなのかい、そのスモーク&ジャズバーなのかい。いや、危ないよ、危ないよ、そこ危ないよ。そんな危ないことしちゃいけんよ。落っこっちゃうよ。あ、落っこっちゃった。What was she trying to do when she jumped? To put an end to a dream she seemed sentenced to live again and again? To give me proof she needed me? Just like her, I wanted to escape. But I wanted to escape with her. And in one piece. Oh, 進んだのかな、これ。つけらんないんだよな。ここはだから何なのか、場所が分からん。なんかミラーボールみたいなのもあるしな。あ、なんかよいしょ。ミス・アダムス。アダム、誰だ、新しい名前だ。あ、消えちゃった。はい、オッケー。こっから入ってきたんだよね。で、あそっちは徘徊してるからこっち出るしかないのかな。あ、お姉ちゃんだ、セリーナお姉ちゃん。あー、また飛んでいくのね。なんだろう、飛びたがりかな。これは歌詞カード。うん、シンシンシン。なんか歌詞っぽいな、なんか文の構成が。また落ちるのかい。あ、巻きや。お姉ちゃん定期的に落ちるのね。これで薪が2つになったから、多分あそこで火がつけられるぞ。あ、違う、これはあれか。永遠と見せられるのもなんか虚しいね。ここなんかあるのかい、下。
よいしょ。今のところまだマーガレットとセリーナの関連性がわからん。ほい、もう一応置こうか。これで火がつくか。着火。上、これで何ができる。ここに明かりをつけたことによって何ができる。あもうバカー、 B ボタン押しちゃうやつ。あ、豚の首の置物ってなかなかないっすよね。なかなかないっすよね。なんだ、なんか回るのかな。おお、まだ回るの、まだいける、まだなんかあったりして、もうないのかな、もうないんだね。うそ、なんかあんじゃないの本当は。あ、ないね。はいはい。あ、あれか、あのミラーボールかと思ったけど、これあれですね、あの宇宙のあれですね、回ってるやつですね。これ下をカチッってやると、もう回るね。はいはいはい。バイオか。なんだこれ。血かな。これはなんだ。マヤのシンボル、マヤ文明のシンボル。なんでそんなものがここにある。メカオブザサン。よくわかんねえな、この地が何なんだろうな。なんとなくわかるけど、こう確信が持てないな。下は何なの。これさ、なんか見れねえの。こっちがなくて、なんだろうな、わからないな。これは適当にやってればなんとかなったりするんですけどね。いや違うな、これでいいはずだな。ああ間違えた、間違えた。多分一直線にするのではないだろうかという予想なんですが、違うんですかね。怪しいのはあの輪っかがついてるやつだな。輪っかがついてるやつを並べればいいんじゃねえのこれ。違うかな。違うのかな。違うのか。ここで交差するようにするってこと。これがね、なんかこの右側のこの地のこのなんだろう、右のところがこれ地球儀かなんかのこの影をこういう風に作るのかなと思ったんですけどね。違うのかね、なんだろうね、わからないね。あ、おった？おった？なんかあるね、なんかあるね。
え、これは何に触ってるんだお前。はあはあ、開かないね。これ開けなくちゃいけないのか。え、ちなみにこれ別のやつはこう開くのかね。これは？はあ、なんもない。え、ということは、よいしょ、こういうのはね、もう消去法でいった方が早いですね。これ上だから何もできないんだな。これ関係ないね。もう一回回して。来たね。ここが、こいつがここにあるときにこれが調べられるということは、何かメカニズムがあるんだと。ということは、これはここの状態にしといて、あれ？どっち調べたっけ？ほらー、オッケー。 My dear William、 これミュージックボックスの鍵と見たぞ。なんかすごい悲しい曲になっちゃったけど、いいのかしら。そして私はどこに行ったら、あ、ちょっ、お、危ない。さあ先に進もう。なんか鍵をゲットしたから、これが何の鍵なのか調べなくちゃいかん。その前にセーブだ、その前にセーブだ。疲れたわ、疲れたわ。おさらいしてみましょう。とりあえずおさらいしましょう。何かゲットしましたよと。ああ、ってことはやっぱミュージックボックスの鍵だな。ってことは一回下に降りないとダメだな。はい、しけ間違い。オッケー。力出れんのかな。失礼します。こんにちは。おお、普通に多い。いたー、普通にいた。しかもなんか飛んできた。くそー。ういこれ、え、ここ確定なのかな、それともたまたまか。たまたまっぽいな。おう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 、爪が、爪が来てる、爪が効いてる。逃げ込む。ふぅ、町が欲しいね。私、町が欲しいね。あ、こっちはもうダメなの。これなんかライト、あ、あ、ついた。どうすりゃいいんだ。一回下降りるか。来てるな、これ来てるな。
けるか、いけるな、こっち。いける。おお、そこにもいる。え、何人いるんだこれ。何人いるんだここ。くそ。いやー、これもう一回下降りた方がいいな。下降りよう。下の降り方忘れたけど、どっちだっけ。そっちだよね。あ、でもいるな。はい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 。で、こっちだよな。んで、こうじゃなかったっけ。こうだよね。はいはい、下に降りまーす。よしよしよし、戻ってきた。これで、とりあえず、これは調べたんだっけ。あ、いや、調べてないな、これ。こっちはなんかあんの？こっちはまだ先のようですな。えべ、ほい。んーで、ここに一個空いてるんだよな、棺が。なんですと？なんですと？開かないですと？俺が下に降りてきた意味？お、なんだ、ムワッチの無駄遣いかよ、畜生。やってらんないぜ、これ。どうなってんの、これ。俺をマッチを無駄遣いさせよって許さんぞ。ちょっと3本しかないんだよ、もう勘弁してくれ。あ、ここそういえばまだ調べきってなかったな。あ、マッチだ。あ、5本もある。針がてえ、針がてえ。なんだ、なんで来る。もうね、その辺血だらけよ、血だらけ。フレッシュブラッドよ。雲をくれ。あ、でもこれ貸しカードだろうな、多分な。違うのかな。お、写真だ。うわ、右側の顔が怖いこと怖いこと。誰だこれ。全員同じやつじゃねえよな。まあ確実に右側の写真は死んでる写真だよね。左側あれかな、セリーナさんなのかね。ただ女性を何人も殺してるみたいだから、もしかすると。うわ、怖い絵だな。おいおい、はい。ここは開くのか。開くのね。マネキンはこっちは。なんかないのかい。ここなんかあるね。っていうかそこセーブポイントだね。はいはい、つけましょうか。もうね、とにかくね、顔の写真が多すぎよ。セーブしよう。いや、もう早く、もうね、こんだけ回ってたら普通夜が明けますがな。はい、つけましょう。はい、行きましょう。
まだ調べてないところ調べるか。あら、ここどっかで見たわね。あ、ここに出てきたのか。お、開くぞ。おお、おお、後ろ行ったが。あ、しかも何これ、なんかブンブン飛んでる。これもマーガリットのあれだな。なんだよ、しかもこの虫は。またアフリカの像があるぞと。写真手前の子、怖っ。イカ星人かな、先祖はイカ星人。なんだろうな、写真からは全然まだ何のあれも出てこないな。これたまに、でも真ん中の絵の人はなんか、あ、顔の女性はなんかその辺の絵でよく見るな。てかこのあれだよね、ナイフが突き立てられてた人たちよね。すごい虫の量だ。You are Dark Sun。 仮面ライダーかな、ブラックサンか。子供のおもちゃがあるよと。うわ、すごいあれだな。あー、やめ、はい、あ、なんか閉まった。今ね、一瞬右側にいたんだよね。アゾーマーガレット。わ、座ってんな、普通に座ってるわ。わ、普通に立ってるわ、そこ。わ、立ってるわ。あ、やだね、ここ明かりつけらんねえ。ボソム、ビアンベスパー、カレント CEO。 あ、何かの、あー、ダメーダメー。そこ立ってんだよ、すーげー。なんなんだろうこのあれは、この虫の量は。なんなんだ、ここが死んだ場所なのか。そういうことか。ここはもうなんかないな、探し物は。とりあえず退散しよう。はい、すいません、失礼しました失礼しました。ここなんだっけ。あ、ここトイレか。あれ、探索がここに来て、あ、残り3本しかないよ。あ、後ろ行くよ。はわくわ、これ出たらさ、あー、行く。どこ行った、あいつ。どっち行った。とりあえずこっち行くか。下にも行けないんですよね。どうしたらいいんだろう。そしてもうマッチが3本っていうこの積んでる状況ね。そこいる。あー、ダメか。あー、そこマッチあるな、マッチあるな。ここ引っかかるな。あれ、これどこだっけ。どこだっけこれ。よいしょ。あー、そっか、その左奥から進めるんだよね。はいはいはい。んで、反対側が開いて、おい、危ねえ。
で、ここをひとまず調べての、調べてのここは見た、はいはい、とりあえずもう連打回収見とかないとダメなような気がするからな。1階に降りたいんだよな、1階に。やべ。そしてあの奥にある、さらに奥にある、あ、なんだっけ、マッチを取らないといかんね。マッチを取らんといかん、ね。こっちは何もないんだな。よし、でニュースペーパー見て、OK、これ必ず出るとどっちがどっちだか分かんなくなるわ。いるな。 OKOK、 逃げられる。これは逃げられる。で、右側に座ってるからこっちでやり過ごして、そこいけるかな、いけるな。 OK、 マッチゲッチ。 OK、 7本閉まってる。で多分これはいけるか。ああ、いけないか。なるほどね。ああ、そうか、またセーブしてね。はい、じゃあこの辺は、飛ばします。難しいね。そう、立ってるしな。あ、マッチあるな。やり過ごしてマッチを取る。こっちなんだっけ。あー、座ってないな、今は。ニュースがある。はい、じゃあまあカットなしで。こっちは？大体月上がりぐらい入れといてくれよって話だよな。どうした？まあいい、こっちから回ってくか。進めるものは何もないんですよ、ここね。こっち行って、おお、怖っ。逆を言うとあれだな、暗闇の中だとやり過ごせるんだな。で、またここに来て、すいませんね、何回もね。これ別にあれかな、調べる必要ねえのかな。特にだってなんかあれだもんね、進められるようなアイテムないもんね、ここ。あの実績かなんかの解除用だもんね。見ないといけないってわけじゃないもんな。トレイいるね、まだね。あそこいるね。すいません、失礼します、失礼します、やめてください。オッケーオッケーオッケー。あー、危ね。とりあえずライトねえのかよ、ライト。あそこ座ってんだよな。ちやり過ごしいの、やり過ごしいの、これ広いの。ゲゲッチュ C の、いや、まいったな。なんか物語を進めるためのなんかヒントがないな。あー、そこ立ってるな。そこ
こに2人立ってんだよな。2人っていうか、まあ2体、2体分。へえ、スイッチないし分かんないぞ。割と手詰まったな。ここ前さんだもんな。どっか行ってない部屋あったっけ。やめてやめて。早いとこ一回セーブしたいな。一回セーブした。セーブ部屋どこだっけ。ここじゃないな。セーブ部屋はどこですかいの。ここですかいの。あ、ここあるはず。どこだっけ。ここの奥だ。よいしょ。これつけて、はい、セーブ。オッケー。ふー、こういう時はヒント見るか。2階に行ったよと。ん？アイスベンチャー。ああ、マップだ。ファインディングザプラントゥーザーセカンドフロアワズライクハビングアナザーフラグメントオブザーミステリーセッティングインプレイス。ここは調べたよな。これも調べた。鍵を取った。ザギフト。いやー、だからこれここで立てたからな。普通にこのままですよ。下に行かせてくれないと困っちゃうな。ここ見たもんね。この辺は調べた。調べたな。あ、やばい。明かりがないと調べ物もできないな。あ、新しい写真だ。うわー、切れてる。こっちでも徘徊してるんだよ。徘徊してたよな。ほら、とりあえず逃げて。あー、ダメー。こっちは行けるよね。うわー、後ろ立ってる。うわ、閉められているわー。これは参ったな。戻らなくちゃいけないのか。いや、でも戻らなくちゃいけないって言っても、もうマッチが3本しかないんですが、どうしたらよろしいのでしょうか。これは、おお、襲ってくる。はあ、どうしようどうしよう。マジでマジでどうしよう。なかなか手詰まっております。お追跡です。またあれかな、スイッチ逃してんのかな。いやー、でもそんなスイッチないしなあ。あ、やべ、残り1本だ。積み始めたぞ。場合によっては、あ、やばい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 。あー、捕まった。あー、わからない。大
じゃあまあ、時間もいいので、今日はここまでにしておきましょう。とりあえず下に降りたいんですけどね、鍵を持ってるんでね、下が締め出されてるんで、なんとか下に行く方法を見つけたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次会う時はホワイトナイトの鏡だ。